あら、目が覚めたのね。おはよう。とっても運のいい人間さ。てっきり、他の人間みたいに死んじゃったかと思ったのだけど、息を吹き返してくれてよかったわ。あなたが助けてくれたのかって。まあ、そんなところでいいと思うわよ。それにしたって人間さ、本当に災難だったわね。乗ってた船が沈んじゃうなんて。 この辺りは潮の流れがとっても速いし、それに加えてあの嵐。あれはベテランの船乗りでも予測できなかったでしょうし、誰を責めることもできない。本当にどうしようもないことだったと思うわ。それでも、私が泳いでいた海域で沈没しちゃったのは、不幸中の幸いだったわね。<laughs> ようやく気づいたのね。そうよ。 あなたを助けた命の恩人は、あの有名な人魚でした。もしかして、人魚を見るのは初めてだったかしらあら、そんなに可愛い反応しちゃって。大丈夫よ。初めて私たちに出会った人間は、大体そんな感じだから。せっかくなんだし、私に何か聞きたいこととかある命が助かった幸運ついでに、私がいろいろ、 サービスしてあげちゃうんだから。え何にもないの今はそれどころじゃないって。そっか。言われてみればそうだもんね。君、これからどうするのこの場所って昔は人間が住んでたけど、今は誰も住んでない無人島。君が外に出る助けになるものなんてほとんどないの。 もし仮に泳いで沖に出れたとしても、潮の流れが速すぎて、人間じゃどこかに流されちゃうのが関の山。って、ああ、もう、そんなに暗い顔をしないで。今はもう無人の廃墟だけど、この先に昔は漁村だった場所があるから、ひとまずそこまで行ってみないもしかしたら、まだ使える船があるかもしれないし。よし、そうと決まれば、早く行きましょう。 と、どうかしたの私の足そんなに気になるああ、これ私たち陸を歩く時にはこうやって人間と同じ足の形になるのよ。ほらほら、そんなことはどうでもいいから、今はこの島を出るための希望を探しに行きましょう。船、使い物にならないくらい壊れちゃってたわね。ごめんなさい。 君に期待させちゃって。その、すごく言いにくいんだけど、人間の君が島から出る手段はもう。ごめんなさい、力になれなくて。あのね、その、責任を取るってわけじゃないんだけど、しばらくの間、君と一緒にいさせてもらっていいかしら。 食料なら私が海から取ってこれるし、一人よりも二人の方ができることが多いでしょうん、ありがとね。それじゃあちょっと待ってて。今から食べれそうなものを取ってきてあげるから。君が元いた場所に帰るお手伝いはできそうにないけど、その分この島での暮らしは少しでもいいものにしてあげるからね。それじゃあ行ってきます。あ、くれぐれも君は、 海に入らないようにしてね。私のことが恋しくなっても、ちゃんと陸で待ってなきゃダメだからね。<laughs> やっぱり、人間ってこういう状況になると、冷静に物事を考えられなくなっちゃうのね。私が沈みかけてる船を見つけたのが偶然そんなことあるわけないのに。 本当はね私が君を手に入れるためにわざと船の底に穴を開けたのよ船の残骸から君を見つけるのには苦労したけどそれでも生きててくれて本当によかったわこれで君はもう二度とこの島から出られない <laughs> これで君は私だけのものよさてと それじゃあ適当な階層でも取って、愛しの旦那様のところへ、早く帰ってあげましょうか。こんな島に死ぬまで閉じ込めちゃうんだから、ちゃんと責任、取ってあげなきゃね。